新米粉で、牛カルビ？どうも、いわきの妹こと小名浜一人暮らしです。私は福島県いわき市に暮らす独身 OL よ。さて、今日も私はここ沼の内の海岸をうろちょろうろちょろお散歩中です。ああ、今日もいい天気で気持ちがいいな。今日もいいことが待っているかな。それでは今日もやってまいりましょう。 Shall we go?なになに？あちらの方ではたくさんの人たちが何かを見ているよ。一体何があったんですか？あ、マッコウクジラさんが打ち上げられている。ふと建物を見上げてみると、平二たこ山平商店さんだって。こちらのお店調べてみると、二たこだとか煮たイカをね、作ってくださってる、そんなお店なんだって。おいしそうだね。おやおや、こちら沼の内海岸には珍しい植物がたくましく育っていたよ。なんだろう、このトゲトゲしたイガイガした植物。調べてみると、ユッカ、ユッカっていうね、アメリカ産の植物なんだって。なんでアメリカの植物がなんでこんなところに立派に育っちゃってるんだろう。もしかして、もしかして、小名浜って国際港だから種が紛れて入ってきちゃって、それでここにたくましく育ってるのかなーなんて。こちらのユッカという植物、夏にはこんな綺麗なお花を咲かせるみたいですよ。どうもありがとう。さてさて、どんどん先へ進んでいくと、何やら砂浜に立っています。なんだろうこの棒、何の棒かな、杖かな、ここで魔法陣でも唱えるのかな。違うか違うか、あ、あっちにもなんだかいっぱい木が建てられてるよ。これ何の跡だろうね。どなたか海岸でキャンプでもした跡かな、ここでキャンプファイヤーでもした跡なのかな。何なんだろうね、これ珍しいよ。ほら、木材や竹の木だとかいろんなものを立てかけてタワーみたいになってるね。なんかアート作品のようにも見えてきたよ。珍しい珍しい、ここ沼の内の海岸には珍しい光景がいっぱい広がっていました。綺麗だね綺麗だね。いつも小名浜の近くの海岸をうろちょろうろちょろしてるけれども、たまには遠出をしてこちら沼の内の海岸に遊びに来るっていうのも気分転換になっていいね。ほら、海ではサーファーの皆さんたちがサーフィンを楽しんでいますよ。ほら見て、皆さんにも海の景色をおすすわけですよ。ほらほら、あー危ない危ない、キャー、濡れちゃう。さて、そんなわけで気分が良くなった私は懐からこんな釜を取り出しました。やだ恥ずかしい。私今日お釜にカルビ丼をこしらえてやってきてたの。やだ恥ずかしい。お肉いっぱい、ニンニクの芽いっぱい、激烈な口臭を放ちながらここ沼の内で
カルビ丼をいただくことにしました。それではいただきます。あまままま、あー最高最高。お家でひっそり食べるご飯より何倍も美味しく感じられるよ。ぜひ皆さんも釜を持って出かけてね。どんどん先へ進んでいくと、おやおや、あちらに大きな白い建物が見えてきたよ。あの建物なんだろうね。気になるね。行ってみましょう。建物のふもとまでやってきました。なんだろうねこの建物。ん？流木の湯？え？温泉があるのかな。あ、なんて書いてある。あ、新米湖温泉。あ、新米湖温泉って言うんだ。ちょっとせっかくだから寄り道していこうかしら。どうもお邪魔します。あ、ここが入り口なんだ。何？いわき新米湖ハイツって書いてある。ハイツってことは何かお泊まりができるって、そんな施設なんでしょうか。ほら見て、なんかスタイリッシュなデザインでとっても素敵な建物だよ。一体何ができるそんな施設なんでしょうか。ん？なになに？こちらの施設調べてみると、太平を眺めることができる日帰り温泉があるんだって。なんと入浴料500円だそうです。ラッキーラッキーリーズナブル。そしてもちろんホテルに泊まることもできます。お、なに？サイクルステーション？ではでは早速、私日帰り温泉にでも入ってゆっくりさせてもらおうかな。お邪魔します。日帰り温泉一人お願いします。あ、日帰り温泉レストラン、休業？なんだなんだ、今日はゴールデンウィークでめちゃくちゃ混み合うから日帰り温泉は休業中なんだって。仕方がないから近くにあったサイクリングステーションを覗き見することにしました。こんなところでレンタサイクルができるんだ。確かに確かに、ここいわき市っていわき七浜街道っていうね、サイクリングロードが綺麗に整備されてる、あるから海岸沿いをレンタサイクルで走ったらとっても気持ちいいよね。うわ、ずいぶん綺麗な自転車が整えられてるんだね。せっかくだからお姉さんにお願いして中を見せてもらうことにしました。ほら、こんなにいろんな種類の自転車があるよ。女性のスタッフさんでもこうやって立てかけられることができる軽い乗りやすそうな自転車だね。こちらのレンタサイクル1000円から借りることができるんだって。その他にもタンデムバイクや E バイクも揃ってるから、どれかお好きなの試してみるのもいいかもね。いいねいいね。ここ新米湖って海辺で遊んだり温泉に入ったりレンタサイクルをしたり、そしてそしてこちらご覧の通りお子さんたちがサッカーだとかソフトボールを楽しんでいました。ずいぶん楽しいとこなんだね。また遊びに来るね。はーい、いかがでしたでしょうか。今日も今日とて海岸沿いをお散歩していた私、先へ進んでいくと何やら白い建物が、それはなんと新米湖ハイツ。新米湖ハイツは温泉があったりレンタサイクルがあったり美味しいものを食べたりできる、そんな素敵なホテルでした。今日もお兄ちゃんからたくさんのメッセージが届いてるよ。紹介してきましょう。最初のお兄ちゃん、青空大和田さん。僕は福島県いわき市小名浜の大原に住んでいます。あ、大原に住んでるんだ。大原って美味しいお店いっぱいあるよね。次、
釣りは一生遊べる趣味さん、こんにちは。その海藻の隙間にメバルが隠れていますよ。あ、そうなの？サンマリーナでメバルが釣れるの？最高！レイさん、こちらこそいつも動画見て地元なのに知らないこととか違う目線に感銘受けてます。どうもありがとう。あ、違う目線で見られてるかな？そういったお褒めの言葉、とっても嬉しいです。最後まで見てくれたあなたが大好きです。また次回もお楽しみにね。また見てよね。バイ。いわきから世界へ。どうも、小名浜一人暮らしこと小名人の夢貯金。いつも私の動画を見てくれているお兄ちゃんたち、今日も私の動画を見てくれてどうもありがとう。お兄ちゃんたちの応援のおかげで私のチャンネルは見事 YouTube の収益化に成功したの。本当に本当にありがとう。さてさて、このチャンネルで収益して得られるお金は全部私のポケットマネーになるの？あ、なんなんなん、私にはどうしてもやり遂げたい夢があるの。それはね、海外で暮らしてみたいって夢なの。なになに、そんなの無理、バカみたいな夢だって、そんなのできっこないよって。でもでも、ちょっと振り返ってみてごらん。ちょうど1年前、私が YouTube を始めた時、誰も私が YouTube の収益化に成功するなんて思わなかったよね。それと同じように、私はこのバカみたいな夢を本気で叶えてみたいの。いや、絶対に叶えるの。それじゃあ、そんな夢を叶えるために何が必要かって、それはね、そう、マネー、マネーでございます。海外一人暮らしに挑戦するにはざっくり15万円貯める必要があるんだ。そこで今後の私たちの資金作りの作戦タイム。資金作りをする方法は大きく3つあるよ。まずは1つ目、 YouTube の収益化で得られるお金は毎月自動的に資金として積み立てていくよ。次に2つ目、このチャンネルのメンバーシップを開設するよ。こちらは今準備中なんだけども、メンバーシップ加入者の方々には限定動画を見られるようにしたいと思ってるんだ。開設準備ができたらまた改めてお知らせするから、ぜひお兄ちゃんたち入ってよね。そして最後の3つ目は、スーパースタンクス。これは一つ一つの私の動画に対して支援できる YouTube の仕組みなんだよね。以上の3つが私とお兄ちゃんが夢を叶えるためのご支援方法になるよ。その他、今まで通り PayPay や天ギフでも直接ご支援いただくことも大歓迎です。あなたなりのご支援の方法で一緒に夢を叶えちゃおう。それじゃあ、今後は動画の最後に私の貯金額を公開していくから、ぜひぜひ積極的に応援してほしいな。お兄ちゃんたち、私が貯金を使い込まないかしっかり見張っておいてよね。ここまで付き合ってくれたあなたが大好きです。それでは次の動画でお会いしましょう。私と一緒にいわきから世界へ飛び出そう。バイバイ。前からなんか来る。いわきの妹、粋なクレーン船に遭遇。
主の妹バルクタリア戦にアンビリーバボープロジェクトウッティ。ちょっとそこのあなた、私の夢を語っても良いかしら。私ね、一度でいいから海外で暮らしてみたいの。それもできれば東南アジア圏、具体的にはタイに行ってみたいな。え、なんでタイかって？それはね、物価がリーズナブルなところと、日本では見られない食材や文化、人との交流をして生きてみたいの。もちろんタイでの暮らしも YouTube からお届けするわ。これを聞いてなんだかワクワクしてこない？そこでみんなにお願い、一度タイへ視察旅行してみたいんだ。じゃあ具体的にいくら必要か軽く計算してみると、ざっくり約15万円貯める必要があるんだ。今のところ私の貯金は5000円。というわけで、あなたの力を少しでいいから私に分けてくれないかしら。ご支援はダイレクトメールもしくはペイペイでお願いします。詳しくは概要欄で。福島県いわき市の妹、香港からのドライバルク戦にニーハオ。福島県いわき市の妹、プレジャーボートを覗き見。福島県いわき市の妹、石油のオンパレード。福島県いわき市の妹、中国に咲く一輪の花、トヨペオニー。福島県いわき市の妹、すれ違うお船に。